はいどうも、ルルシュでございます。本日は購入品の紹介をしていきたいと思います。本日の購入品はこちら。おいしょ。はい、どうぞー。We go。みんなで行こう。We go でございます。でですね、実は今回この We go にいた時にセールをやってまして、そのセールが2点以上買うと全て半額というね、とんでもないセールをやってまして、なので今回は1万円分買ってきました。全部で、合計7点で、1万円、1万993円ということでね、こちらちょっと紹介していきたいと思います。私実は WeGo でお買い物するのは初めてで、というのも服のね系統がずっとあのリエンダとかね、ちょっとあのギャルっぽいお姉さんみたいな、お姉さんギャルみたいな感じなね、ちょっと強めな感じが好きだったので全然行ったことなかったんですけども、ちょっとね髪を切ってハイトーンにしてから系統がめちゃめちゃ変わったので、ちょっとねあの今まで自分がチャレンジしたことないね洋服にもチャレンジしようと思っていっぱい買ってきました。いや、いかんせんねこのハイトーンショート全然リエンダとかそういうの似合わなすぎて、ちょっとあの今まで持ってた服がねあんまり着れない状況になるんですけども、なんでねちょっと今回はいっぱい買ってきちゃいました。というかよく考えたらこれさ、自分で作った福袋みたいな、だってこれで1万円だもんね。なんかすごいことになってますねはい、まずがこちらのアウターでございます。これがねメンズのなんですけど、これがグラフィックボアコーチジャケットのパープルの M サイズ。これメンズのやつです。メンズのやつなんですけど、M サイズで、ちょっと大きめに着ると可愛かったので買ってきました。これがセールで5999円が3999円で、3999円の半額です。はい。まあ、2000円ぐらいってことですね。ちょっとあの、軽く羽織ったりしてみたいと思います。すいません。私今紫のパーカー着てるから、めっちゃわかりづらいですね。中がちょっとボアになってて、ちょっとねあったかい系ので、後ろがこんな感じになってます。すいませんね、あの紫に紫着ちゃったらすごいことになるんですけど、中が白とか黒のパーカーだとめっちゃ可愛いので、ちょっとねこう落として着る感じで、はい、こんな感じですね。はい、まあさっと羽織れるジャケットが、私今このジェイダのこのね、これなんだっけ、なんていうんだっけこれ、 MA1 じゃない、なんだっけこれこれなんだっけ、このこういうのこれしかなくて、なんかさって羽織れるのがね、なので他にも欲しいなと思ってこういうの買いました。まあさすがにこれ着るときは紫のパーカーは着ないです。はい、はい、お次もアウターです。これがニットメルトンショートステンカラージャケットでいいのかな、 M サイズ4999円の半額なんで2500円ぐらい。これもメンズです。これもさっと羽織れる感じ。そう、さっと羽織れるね、ジャケット欲しくて。はい、着るとね、こんな感じ。可愛くない？こんな感じです。結構、まあメンズの M サイズなんで、ちょっとダボって感じなんですけども。まあ、あの、生地感はね、あの、ちょっと薄め。なので、あの、結構分厚めなニットとかパーカー着て、これ着ると今の時期ちょうどいいかな。多分もう少し暖かくなっても中薄着すればまだ着れるので、まあベージュで可愛いなと思って買ってみました。意外とこういうねさって羽織れるジャケットなくて、だいたいロングコートとかちょっと重めなコートが多いので、ちょっと軽めなねジャケットを買ってみました。うん、これはすごい使えると思う。やっぱメンズのねやつ可愛いと思う。女子が着るとサイズ感がいい感じ。次もアウターなのかな、まあジャケットっていうのはなんだこれ、コーデュロイのやつ、コーデュロイのジャケットね。これがライトグレーで、これ2999円の半額なんで1500円ぐらいうわぁ素晴らしいね。ウィーゴ大好き、マジ大好き。もうあの初めて行ったけど大好きになりました。はい、で本当私ね、あの GU に行こうかなと思ってて、そしたらなんかたまたまウィーゴが目に入って、2点以上買ったら半額すごくないと思ってたまたま入ったんですよね。そしたらすごいツボにはまるものがいっぱいあって、これも可愛いのよ。すいません、今ね、いかんせん、あの、中がさ、紫のパーカーっていうちょっと癖のあるやつ着てるからさ、ちょっと分かりづらいかと思うんだけど、あら、可愛くないっすかね、これ。あら、いいっしょ。なんかちょっと女子感が出る。そう、このグレーの色にもすごい可愛くて、いいなと思って買いました。ちょっと、あの、袖じゃないや、これなんだっけ？襟だっけ？襟抜いて着ると、
すごいいい感じ。まあ、パーカーと合わせてるのどうなんだろう、これ襟があるやつって。いいのかな、私よくわかんない。まあ合わせちゃってもいいかなと思うんだけど。うん。かわいい。よきよき。お次がバッグですね。じゃん、2つ買いました。これいくらだと思います？実は1999円の半額なんで1000円。1個1000円。どうするみんな、1000円だよ、これ。しかも、プーマとか普通に私好きなんですよ、ブランドとしてね。かわいい。黒もあったんだけど、私大体バッグ黒が多いので、まあよく使うね、このサイズは黒にして、コンバースのね、コンバースのこれは黒にして、まあたまに使うようなこのちっちゃめのやつは紫にしました。かわいい、かわいい。これやっぱこうやってこうやってやるべきなのかな。あ、かわいいじゃん、かわいい。これあれだね、なんかお財布と、多分いつも使うようなものが入る。お財布とスマホでしょ。で、あとなんか化粧ポーチとかこういうの。あ、はこれぐらいなら全然入る。で、ワンちゃんちっちゃいサイズの飲み物入んないかなと思ってるんだけど、どうなんだろう、入るかな。なんかこういうスポーティーな感じのね、バッグとかスタイル私すると思ってなかったんだけど、すごいね、してみたら可愛いと思って。あとこれがコンバースのやつ。これはね、余裕で500の飲み物とか全然入ると思う。あ、いいじゃんいいじゃん。非常に使いやすい感じでいいと思う。定番な感じで。ポケットもね、外側についてるし、そう、内側にも仕切りがあるから、これ使いやすいと思う。うん、めっちゃ使うと思う、これ。はい、お次がトップス。ちょっと癖強いんだけど、これ。これすごい癖強い。これがね、スリットロゴテープ、なんだろう、これ。OP。OP ってなんだろう。おっぱい。1990円なんで、これが1000円ぐらい。1000円ぐらい。はい、見てこれ。癖あるでしょ、これ。ちょっと癖あるよ。チャレンジだよ、これはチャレンジですよ。着てみようか、ちょっと着てみようか。大丈夫？大丈夫かな、私。はい、こんな感じ。癖強いね。だいぶ癖強い。これ。けど私はこれ可愛いって思っちゃったんだよね、なんか。このショートのハイトーンだからなんかできる服。いつもじゃ着ないような。ただこれね、ちょっとね、油断すると脇とか見えちゃうから、ちょっと中はタンクトップとか着てないとダメなんだけど、いや、私結構これ意外と好きなんだけど、この感じ。意外とね。すごい、いいなと思って、なんかほんと未知のチャレンジだけどね。ちょっと買ってみた。はい、これが1000円ですね。はい。お次でラスト。これがね、フィラのパーカーなんだけど、これもちょっと癖が強い。癖が強い。これが1999円の半額なんで、これも1000円。どうする？フィラのパーカー1000円だよ。私フィラ好きなんだよね。はい、こんな感じで、で、フードついてて、で、肩が出てるの、このパーカー。なんか珍しくない？フィラでこんなさ、なんかね、変わったデザイン。肩出てるやつ、私肩出てるやつ好きだからさ、ちょっとこれも着てみるね。はい、多分これは賛否両論分かれると思いますが、私は好きなんすよね、こういうのを買っちゃった。はい、フィラーの肩出しのパーカーでございます。まあこれはね、まあ今時期ちょっと寒いかもしれないんですけども、もうちょっとね、暖かくなったらこれ1枚で着ても可愛いし、いいなと思って買っちゃった。大丈夫かな、年齢的に大丈夫かな。まあ気にしない、私あんま気にしないんで、自分の好きな格好します。はい、これでラストでございますね。以上7点で1万900円ぐらい、993円でございました。いや、ウィーゴーありがとう、ありがとう。私の新たなね、ファッションのジャンルが開拓された感じで、ちょっと楽しかったですね。はい、というわけで本日はこちら、ウィーゴーの、購入品の紹介をしていきました。今ね、どこもかしこもセール中なのかな、なんかお正月のセールを引きずってるのかわかんないんですけども、めちゃめちゃセール中なんで、もしね、よろしければいろいろね、今のうちによく買ってみてはいかがでしょうか。なんかね、うまく探せば春物なんかこういうのもあるので、ちょっとね、安く洋服をゲットするチャンスでございますね。はい、ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ、じゃあねー。